こんにちは。英語のコーチのすむです。動画を見ていただいてありがとうございます。今回のビデオでは英会話で納豆を、説明することがあると思うんですけど、これをどういうふうに説明したらいいかということで、紹介をしていこうと思います。で、いつも通りこう日経新聞を読んでて、オリジナルの、焼き納豆丼っていうものをちょっと見つけたので、この納豆っていうものをちょっと 表現したくて、今回ビデオにしました。で、納豆なんですけど、これを説明すると、納豆 is fermented soybeans. It's a slimy food such as okra って感じです。でこれで、納豆の説明が終わったんですけど、fermented これで発酵したような、ですね大豆っていう意味になります。で、スライミー、これでネバネバしてるって感じですね。で、最後の部分のオクラ、オクラは結構なんですかね、向こうで目にしたんで、もしかしたら、この表現がいいかなと思って、紹介してみました。で、この納豆なんですけど、私の友達は、梅干しとかは食べれるけど、やっぱ納豆だけはちょっと無理だっていう風なことを言ってました。やっぱりどうしても、ああいうネバネバしたものはあんまりみんな好きじゃないようで、食べることはちょっと嫌がるようですね。で、納豆、梅干し、そうですね、梅干しは大丈夫だけど、納豆はダメだっていうことを言ってたので、もしかしたら進める食べ物としてはちょっと難しいかもしれないですね。もしかしたら関西の人とかも多分食べれない人ももしかしたらいるのかもしれないですね。で、そうは言っても、一応日本の食文化っていうことで、説明を少しできるといいと思うんで、今回はそんな感じで、ビデオを終わろうと思います。さよなら。最後まで見ていただいてありがとうございます。少しでも英語の勉強方法などに役に立ったっていうのであれば、チャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。